1977年の安別仮上工場と周囲約500メートル範囲。左上が南湧かない方面。周囲を暴風雪林に覆われている。左はポン沼と呼ばれる沼。下はくっちゃろこのお沼北岸。右上方向に落農地帯が広がり民家が点在する。浜トン側に踏切があり、線路の左側の黒く細長いものがホーム。 青い楕円状のものが、踏切近くに映っているが、ここには普通の小屋の待合室があった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成安別駅は、かつて、北海道江差市郡浜頓別町寺安別に、設置されていた、北海道旅客鉄道天北線の駅である。天根北線の廃線に伴い、 1989年5月1日に廃駅となった。地名より、アイヌ語で網を使う川を意味するヤペ、あるいは網、いつも使う川を意味するヤウペに由来する。廃止時点で一面一線の短式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。仮上工場に羊を持つ無人駅となっており、駅舎は存在せず、 ブロック作りの待合所を有していた。広大な牧草地、原野が広がっている。安別駅跡周辺の線路跡は、浜東別駅跡から、サルフツ駅跡までが、北オホーツクサイクリングロードに転用されている。2001年時点では、サイクリングロード沿いに、待合所、通信中継室が残存し、待合所は、サイクリングの休憩所に再利用されていた。2010年時点、 2011年時点でも同様で、休憩所・便所と記載されていた、安別仮上工場に関するカテゴリー、ありがとうございます。